光電速光器は光電効果を利用した観測装置で天体の明るさを測る目的で望遠鏡に取り付ける。天体からの光を検出するために使われる検出器としては光電子増外感やフォトダイオードなどがある。光電速光器の光学系は視野確認光学系、ダイアフラム、ファブリーレンズ、フィルター、そして検出器が配置される。 高電速光器の光学系典型的な高電速光器では視野確認光学系としてダイヤフラムの前に45度の跳ね上げ鏡導入用光子や接眼鏡を置き接眼鏡には照明不十字線が張ってあるこの十字線の交点に天体を合わせ45度鏡を跳ね上げるとダイヤフラム中央に天体が来るように調整されているダイヤフラムの穴系は天体のサイズや 明るさに応じてターレットで何種類かのものを選べる。ダイアフラムの後ろにはポストビューはといってダイアフラムを拡大して観察できる低倍率の顕微鏡に似た光学系が跳ね上げ鏡とともに配置されていて目的の天体がダイアフラムから外れていないかを観察できる。ダイアフラムと光電子増倍管の光電面の間にはファブリーレンズが置かれその位置は 望遠鏡の主鏡の実像を光電面に結ばせるように置く。こうしておくと、望遠鏡の主鏡は目的の星の光で均等に証明されているので、ダイヤフラム内で目的の星の位置がずれても常に光電面の決まった位置に均質な光が当たり、速攻誤差を生じないようになる。また、ダイヤフラムとファブリーレンズの間隔は、ファブリーレンズの焦点距離だけ離しておくと、 ファブリーレンズを通った光は平行光線になり、その後に置かれたフィルターの設計通りの光学特性になる。フィルターはターレットに収められることが多く、以下に述べる速光システムに合わせた透過特性を持った数種類のフィルターを選択できる。そして最後に検出器に目的の天体の光が届く。光の強さを測定するための回路の方式としては、 主に直流増幅法と格子係数法がある。光子は光電効果により電子に変換できる。変換された電子を直流増幅器に入力し、その信号を記録するのが直流増幅法であり、抗体域の電子回路が実現できるまではよく使われた。一方微弱な光は個々の光子に分解して検出することが可能で、検出器に 光電子増倍管やアバランシェフォートダイオードを用いると光電変換された1個の電子を素子の内部で多数の電子の束に増幅できる。そのパルスをカウンターに入力すれば光子の数を数えることができる。これが光子係数法フォトンカウンティングであり装置としてはフォトンカウンターと呼ばれる。天体、特に光星の光は近似的に 国体放射として見ることができ、その光のピーク波長は、下地域にあるため、適当なフィルターで分けてその波長帯ごとに取り出した明るさを比べると、恒星の表面温度を正確に知ることができる。RCA 製の光電子増倍管 HP21 と、色ガラスフィルターで3色に分けた、標準優部部システムが、米国のジョンソンとモーガンにより最初に、 標準速攻システムとして確立され、構成の高精度な分類に利用された。特に星団の光電速攻により得られた色等級図は、構成の進化の研究に大変貢献した。その後、ストレームグレンによるブビー、ベータシステムやその他の速攻システムが研究された。より長波長側の RI に加えて JHKLMN と拡張された速攻バンドは、 赤外線天文学で利用されている。R と I バンドは、ジョンソンの定義したものとクロン及びカズンズによるものがあるが、CCD が普及した現在は、ジョンソンのー部部クロンカズンズの RI がよく使われている。地上から天体の明るさを測定するには、主に3種類の方法がある。光電速光観測は、 ジョエル・ステビンスによるセレン光電池を望遠鏡に取り付けていった実験に始まり、その高精度な測定の成果は、アルゴルの副局長の発見に結びき、その後の近接連成形や変更性の研究の発展に貢献した。検出器の歴史として面白いのは、半導体素子、真空間素子、半導体素子と先祖返りしていることである。近年の速攻観測では、 速攻精度の点で有利な、比較性と同時速攻が可能な冷却 CCD カメラがもっぱら、使われてきているが、高速速攻の分野では、ナノ秒に達する時間分解能を持った、高電子増倍感の活躍の余地が残されている。ありがとうございます。